ということで、先日ですね、質問コーナーをやりますよっていうことで動画を上げさせていただいたんですけれども、そちらの質問に対してのお返事をしていきたいと思いまーす。ということで、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。動画のね、時間の関係上、すべての質問にお答えできないことをお許しくださいませ。ということで、早速行きましょう。ゆかりに質問します、はい、以前ネイルをやっていた動画を出していましたが、お仕事はネイルをやってるんですか、うん、ゆかりに大好きですということでありがとうございます。お仕事はネイルの仕事はやったことはございません。趣味でネイルをしてあります。次、今までたくさんのキャンプ場に行かれたと思うんですが、うん、キャンプ場の選びの一番条件、これは絶対に譲れないみたいなことはありますか、うんうん、あの、水回りとトイレの清潔さ、それとあとスタッフのこう親切さとか、その辺だと思います。次、テントについて質問です、うん、テントは全部でいくつ持ってるんですか、うん、使い分け方や、うん、テントを全て持っていったら何人までテントを泊くできますか、うん、ということで、うん、何個持ってる何個持ってる、この数持ってて、この辺数持ってます、この人数です、この人数ですこのテントの数はこの人数です。すいません、ごめんなさいすぐパッと出てこない。女房と一緒にキャンプしたいのですが、完全なインドア派で行ってくれません。どのように誘ったらキャンプに行ってくれるでしょうか。一番はトイレの問題みたいですということで、今ほらそれこそね、ネット上にいろいろ、まあ YouTube も含めてそうなんですけれども、いろいろキャンプ場の情報って載ってたりとか、口コミみたいのがあるから、その辺でまあトイレの綺麗なところを選んでいただいて、それでまあ一番最初やっぱりデイキャンプのバーベキューとか、その辺からがいいんじゃないかなと。少しステップアップしたら、バンガロー、キャビンに泊まるとか、その辺がよろしいかと思います。次、いつも楽しく拝見させていただいてます。 YouTuber になって良かったこと、うん、悪かったことを知りたいです。あと好きな芸能人とかはいますかということで、うんうん、YouTuber になってまず良かったこと、うん、良かったことは、うんうん、まず対人関係がない、うん、そして、うん、自分の好きな時間に活動ができる、うん、本当だね、うんうん、それに限るというか、本当全くその通りだと思う、はい、パパさん家族と一緒にできるのが良くて、本当対人関係とかそういうので、あの、いじめはありません。はい、職場のいじめとか嫌がらせその辺はありません。はい、それだけは、はい、姉ちゃん怖いだけです。ちょっと弟からすると怖い、その辺ぐらいですかね。はい、悪かったことっていうか、やっぱりね、時間がとにかくなくなりましたね、うんうん、はい、あと好きな芸能人はいますか、うん、ゆかりは特にすいません。菊池桃子さんです。どういません。いないです。はい、ありがとうございます、はい、次、アイディアはどなたが基本出してるんですか。動画のアイディアってことですかね、うん、そうなるとパパさんが結構出してることが多いですね。はい、次、ファミリーはキャンプの時、うん、お風呂はシャワー派ですか、うん、温泉に行きますか、うん、時間帯も知りたいですということで、うん、あの、本当はね、温泉大好きなんで温泉に行きたいのが本音です、はい、だけれども、シャワーすら浴びられないというのが現状でございます、まあ、ぶっちゃけますけれども、行ってキャンプをしながら撮影して、それでもって、キャンプ場からライブ配信なんてやることもありますね。そうするとですね、どこを削るかっていうと、やっぱり自分たちのお風呂を入る、シャワーを浴びる、ここを削るしかなくなってきてしまうんで、ここを削って、要はシャワーすら浴びないことも多いでございます、はい、冬場は特にですね、はい、夏場はやっぱり浴びることはありますけど、はい、はい、そんな感じです。次、皆さんの最後の晩餐は何ですか。肉、肉、ステーキがいいな。嫌いにステーキの肉がいいな。フルーツパフェ、フルーツパフェ。次、うん、キャンプの道具の総額はいくらですか。これいくら、これ結構前に、どれぐらい、半年前、うん、1年前、分からない、ごめんなさい、ごめんなさい、それぐらいに1回総額出したんですけれども、うん、その総額がこちらで、それでもって、そこからまた多分30万、40万ぐらいは多分もうプラスになってると思います、はい、以上でございます。次、ゆかりに質問です。キューピーちゃんって言われませんか。言われません。次、ゆうとさんのジムに納車半年ぐらい経つと思いますが、どれぐらい走りましたか。洗車は手払い派ですか。6000キロ走って、いまだに手洗い洗車です。洗車機の中に入れたことは一度もありません、うん、一度もありません。おお。次、私はキャンプ場の水回りの清潔さ、トイレの快適さを優先に選んでいますが、ファミリーさんはどの点を最優先でキャンプ場を選んでいますか。その辺大事です、はい、うん、トイレの快適さね、水回りの綺麗さ、全くその通りでございます、はい、うちもその辺は重要視しております。次、ママさんの得意料理は何ですか。肉じゃがカレービーフシチューです。次、キャンプに行ってみたいのですが、行く人がいないです。ソロキャンプなんていうのが流行ってます今、いかがでしょうか。ソロキャンプもなかなかハマるみたいですよ、うん、次、パパさんとママさんへ質問。今もチューするんですか。口限定。しません。わかりました。次、パパさんとママさんに聞きたい、うん、お互いのこの人と結婚したいと思ったのはどこですか、うんうん、この人と結婚したらパパさんが幸せになると思ったから。ママさんはいつも笑わせてもらえるかなって思ったからです。次、キャンプが多いから光熱費が安いのでは。
No。 次、パパさんはお小遣い制ですか？お小遣いありません。次、楽しそうかな、ウケる。いや、淡々と行こうと思ってたけどさ、面白くて笑っちゃう。はい、次、お正月はパパさんの実家、山本の実家に行きますか、泊まりますか？行きません。次、キャンプの時、チョコちゃんはペットホテルに預けていくんですか？ママさんのお母さんと一緒に過ごしております。はい、次、ゆうたさんの一番好きなアニメは何ですか？一番好きなアニメは白箱っていうアニメです。マジンガー Z です。聞いてないから。グミです。聞いてないから。次、ゆかりんのメイク動画見たいのですが、サブちゃんでもいいのでいつかやってください。ゆかりんやゆうたくん、リア友は YouTube してるの知ってますか？友達の反応はどうですか、うん、ということで、メイク動画のリクエストありがとうございます。ゆかりんの友達は YouTube やってるの知ってます。応援してくれています。うん、ゆうちゃんどうでしょう？同じく知ってるし見てくれてます。おー、そうなんだ。俺そこは聞いたことなかったな。次、ママさんに質問です。ママさんはルピシアをよく飲んでる気がするんですが、おすすめはありますか？デカフェのマスカットと白桃の緑茶ですね。うん、緑茶これは美味しい。はじめまして、一人になりたいなと思うことはありますか？うん、私は一人の時間がないと落ち着かないです。全然ありません。あります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 。次、こんばんは。 YouTube はいつまで続けますか？もしゆかりんやゆうちゅんが結婚したらアウトドアビッグファミリーでやるとか未来計画してますか？うん、ずっと応援したいからずっと見ていたいです、ということで、うん、今現在は YouTuber をやりたいという気持ちでいます。ただゆかりとゆうちゅんが結婚した後に関してはお互いの気持ちをちょっと尊重しながら、聞きながらやっていきたいなと思っています。パパさんもそれでやっていければもう本当に嬉しいですよね。ゆかりんの家族、ゆうたの家族ができて、そこでみんなで YouTube できたらなんつったら、本当にパパさんは嬉しく思います。次、ゆかりんはメイクやネイルが上手ですが、美容系のお仕事をしてたことはありますか？とっても器用なので憧れます、ということで、うん、美容系のお仕事はしていたことはございません。全部独学で趣味の範囲でやっております。うん、次、初めてコメントします。秘密基地がなくなってしまい残念でした。うん、今後新しい秘密基地を作る予定はありますか？うん、今まだ本当もう間もなく、秘密基地の完全に片付けが終わってという状況の中なんですけれども、今現在すぐまた次のっていうことはね、正直考えてません。近い将来ね、ゆっくり考えながらいいところを見つけたりとか、そういうことであったらいいなというふうには思っております。次、麻生さんとはいつぐらいからの同級生なんですか？中学入ってからですね。中学校に入って入学してから初めて会いました。次、パパさんの愛車遍歴を教えてください。はい、一番最初に買ったのがファミリアの10万円のファミリア、先輩にから譲ってもらった中古車でした。ここからいきます。ファミリア、ファミリア、マーク2、マーク2、レガシーで、アメ車に行きまして、アメ車の GMC サファリというね、アストロという車と同じような感じのこうハイルーフのコンバージョンというやつを乗ってました。それからその次が、あれ車があるんだろうな、フォード、アメ車のやっぱりフォードのモーターホームですね、キャンピングカーを所有しまして、その後が、アルファード、その次が今のベルファイア、ここまで来ております。その間にね、昔ちょっとジムニーに乗ってたこともあるし、ワゴンあるに乗ってたことが、セカンドカーでですね、その2台乗ってたような感じの時もあります。あ、アルトワークスもちょっと乗ってたことあります。セカンドカーでね、そんな感じでございます。はい、次、ゆかりんとゆうちゅんって何歳離れていますか？はい、5歳です。はい、次、本業って何ですか？ YouTube だけなんですね。そうなんです、はい、YouTuber でございます。本業でございます。はい、次、ゆかりんの彼氏が出てこなくなったのはなぜでしょう？はい、めっちゃ多かったこれ。やっぱりね、これ系多かったです。ということで、はい、ゆかりんの彼氏が出てこなくなったのは、うん、海外に出張に行ってるからです。はい、お仕事でですね。はい、はい、ゆかりんも近いうち行けたらなと思っております。ちょっとだけエリートちょっとだけ。あ、いや、なんかすき焼きの写真が出てきたね。めっちゃうまそうやん、これ。今日もお昼だよね。はい、ということでね、今回は初めての企画、質問にお答えしますをやってみました。すべての質問お答えできなくて申し訳ございません。またね、ご好評いただいて質問がたくさんあればやってみたいなって思うよね。うんうん、全然思わない。いや、
だから、ね、正直ねこの企画をやろうって思った時にいろいろねご質問いただくなと思ってたんですよ。で結構みんなぶっこんでくるなと思って、ね、全然冗談ですよ今のは。やりたいと思わないっていうのは全然ですよ。あの冗談ですからね、はい、ありがとうございます。皆さんご質問いただけてね、ありがとうございます。嬉しいですよ、ね、質問いただけるということは、うん、要はうちに要は関心を持っていただいてるということですから、うん、全然関心の持たない人間だったら、うん、別に質問なんかいいや、ね、何も気にならねえからいいやってことだと思うんですけど、うん、やっぱり結構こんだけぶっこんできてくれるってことはやっぱり気になってるとだってということで注目されてるということで、まあ、嬉しいですよね。ありがとうございます、はい、もうぶっこみですよ。チューしますかとかね。ママさんとママさんチューしますか。ママさんお小遣いでいいですか。意見分かれちゃったりママさんしますゆかママさんしませんとかなんで違うんだよ、そんなみたいな。パパさんお小遣い制ですかってよかったね。でも本当にね、だよね。それはあの、さらっとありませんって言いましたけど、うん、いや、本当、冗談だけど、ある、うん、ないないよね。うん、だからほら、何その小遣いについても、うん、正直話したんですよ。ちらっとパパが言ったんだけど、そうそう、うん、これってさ、やっぱりさ、ジムニーの例えばパーツ買ったら、これと俺の小遣いな、なるって皆さんは見るよなとか、うん、キャンプ道具やっぱり買えばこれはパパさんのね、あの小遣いで、うん、になるでしょっていう風に思われちゃうと、それはありな、要は小遣いがありになっちゃうのかなと思ったんだけど、うん、まあ要するにそれは違うよっていう風に言っていただけたんで、うん、なしですね。はい、それでは本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。